スポーツカー。スポーツカーは、自動車スポーツに用いる目的で特別製造される、自動車の一類型であり、特殊車内し実験的競技者に属する。並列に座席で、ホイールの大半が、ボディに覆われており、ターンシグナルやランプ類を備えるなど、行動運用に必要な最低限の携帯と装備を、有している。以下、断りなき場合。 スポーツカートは競技用に製造された車両を指す。自動車スポーツの中でも、主に自動車の走行性能を競う製造車、対抗ロードレースとヒルクライムで、それぞれ運用することを前提に企画、開発、製造される。2017年未降においては、国際モータースポーツ競技規則不足 j c a l 部門2のグループ CN プロダクションスポーツカーと 同グループ E に属する類型が該当する。SC はさらに国際ヒルクライム技術規定のグループ E に SC、FIA 世界耐久選手権技術規定のルマンプロトタイプ1からに及びそれに付随する3、イムスサ、スポーツカー選手権技術規定のデートナプロトタイプインターナショナルに分類される。E2SC は CN から、ダッピーは LMP2 からそれぞれ派生した類型である。 国際自動車連盟の管理下で技術規定がなされているが、規定の基本趣旨は製造者が行動運用に自由な発想で製造した乗用車を競技運用する場合の階級分類と形式分類である。これはツーリングカーやグランドツーリングカーと同じであるが、それらとは異なる1台だけの特別製造者から対象となるため、実質的にはほぼ全てが、 競技専用として製造されている。また、生産台数の要件がある場合でも、それはごく少数であるため、競技専用のまま要件台数が生産され、不良在庫者は無理にでも行動用に仕立てて、富裕層などへ売却される。本来から自由製造されるものであるため、所言や投入技術に制約が少なく、これが製造者の技術変身性や知見。 開発能力などを競う下地となってきた。ただし、1982年以降は初限に上限、または下限が設けられるようになり、その制限内での競争となっている。ロードレースにおけるスポーツカーの競技性高度順位は、一つ上位にフォーミュラレーシングカーがあるのみであり、下位にグランドツーリングカーとツーリングカーが続いている。スポーツカーは、 フォーミュラレーシングカーレースに参加することはできないが、過去には、フォーミュラレーシングカーとの間に存在したに、座席レーシングカーのレースに参加することができた。またヒルクライムは個別スタートであるため、スポーツカーとフォーミュラレーシングカーは、同部門として競合する。スポーツカーの製造者とは、車種の製造者を指す。エンジンは大規模製造者では自身で開発、製造する場合が多く。 小規模製造者では、他社から供給を受ける場合が多い。なお、大規模製造者が他社へ、車種の開発、製造を委託する場合もあるが、スポーツカーの名称であるメイクは委託者のものを名乗り、開発、製造を請け負った自宅者のメイクが名乗られることはない。また、小規模製造者は、自身のメイクに連ねて、エンジンメイクが表示され、場合がある。 ボディはフェンダーを固定して備えるか、ないしは、それと一体化している。フェンダーは、ホイール外周の1、3以上を覆う規定となっているが、前後に、ボディのオーバーハングが伸びているため、上から眺めた時ソーダリンが、直進状態においては、すべてのホイールが完全に、ボディ輪郭内に収まっている。座席は、左右対称に並列配置されている。運転席は左右いずれでも良いが、 右が選択される場合が多い。これは多くを占める時計回りサーキットロードにおいてピットが進行方向右側になるため耐久レースのドライバー交代が合理的であることによる。乗車定員数は例明期にはエンジン排気量の高に応じ最小数を4、2、1とされていたが、それが撤廃されエンジン排気量に関わらず最小で2とされた後においては、 例外なくに座席が選択されている。4座席は、デザイン的にも、運用的にも選択する利点はなく、国際自動車連盟の公認が取得されていない、グランドツーリングカーを先行して、競技運用した場合や、特殊、プロダクションカーの車種を流用した場合などに例がある、のみである。なお、1982年から、運転席以外の座席は、取り外すことが許されており、 実質的には、助手の搭乗空間と座席の取り付け場所が確保されているだけである。ルーフの有無は基本的に問わないが、クローズドカーかオープンカーのいずれかに限定されることもある。クローズドカーは一定寸度を満たした左右一体のドアが必須装備であり、ウィンドウを乗降口とすることはできない。原動機は、黎明機から常識的に、 ガソリン燃料のオットサイクルエンジンが多用されているが、来年レシプロであれば高速ディーゼルなど、あらゆる理論サイルのエンジンを用いることができ、下級や電動補助も自由である。一時期はガスタービンも許容されていた。排気量は個別レースやレースシリーズで制限が設けられている場合がある。原動機から取り出した回転運動エネルギーを ホイール外周のトレッドと路面との間に発生する粘着摩擦により直線運動に変換して走行する。駆動方式は基本的に制限はないが個別のレースまたはレースシリーズの運営において制限されている場合がある。スポーツカー開発の対義名分は一般交通下での運用であるためセルスターター、ブレーキランプ、ターンシグナルは元より 夜間走行用にヘッドランプ、テールランプ、乗用車のライセンスプレートランプに相当する側面、コンペティションナンバーランプ、メーター照明及び雨天走行用に、乗用車のリアフォグランプに相当するレインランプを備えことが義務付けられており、クローズドカーの場合は、ウィンドシールドワイパーがこれに加わる。また1971年までは、スペアホイールの固定搭載が義務付けられていた。 おおよそすべてのクローズドカーでは、ラム圧による換気システムを備えているが、車内温度を一定基準内に保つ規則が適用される場合は、ベッドエアーコンディショナーが追加装備される。国際自動車連盟による分類と、日本語での故障及び原文。1950年、国際スポーツ法典不足施行、スポーツカー。並列に座席で、 行動運用も可能な特別製造車をスポーツカーとしていた。エンジン排気量8リットル超のクラス A から0.35リットル以下のクラス J まで10クラスに分けられていた。クローズドカーのみ、ウィンドシールドの寸度規定があった。1956年 CSI-C スポーツカー。オープンカーにもクローズドカーと同様のウィンドシールドの寸度規定が導入された。 1958年 CSI-C スポーツカー。エンジン排気量0.25リットル以下のクラス系が追加され11クラスとなる。1961年 CSI-C スポーツ部門第4グループスポーツカー。クラス分けがエンジン排気量0.4リットル以下のクラス1から5リットル超のクラス15に変更された。 最低地上高及び最小回転半径規定と、クラス別の燃料タンク最大容量規定が導入された。1966年、国際スポーツ法典不足 J 港 A 部門、公認生産者、第4グループ、スポーツカー、CSIJB 部門、特殊車、第6グループ、プロトタイプ、スポーツカー。CSIJ に編入された。 クラス分けがエンジン排気量0.5リットル以下のクラス1から5リットル超のクラス13に変更された。連続12月間に50台の生産により公認されるスポーツカーが新設され、これまで通りのスポーツカーはプロトタイプスポーツカーとなる。ウィンドシールドの寸度要件が緩和された。1969年 CSIJA 部門公認生産者。 第4グループ、スポーツカー、CSIJB 部門、特殊車、第6グループ、プロトタイプ、スポーツカー。スポーツカーの公認要件が25台生産に緩和される。プロトタイプスポーツカーに限りウィンドシールド規定及び、ラゲッジトランク設置、スペアホイール搭載の、各義務とオープンカーの場合のホロ規定が撤廃された。 1970年 CSIJA 部門公認生産者第5グループスポーツカー CSIJB 部門実験的競技者第6グループプロトタイプスポーツカー1972年 CSIJB 部門実験的競技者第5グループスポーツカー公認生産者のスポーツカーが廃止されこれまでのプロトタイプスポーツカーは 故障をスポーツカーに戻した。1976年、実験的競技者廃止。上位部門のレーシングカーに属する二座席レーシングカーをスポーツカーレース及びヒルクライムに代用していた。1981年、FIA 加盟団体である米国の国際モータースポーツ協会が翌年発行されるグループ C をもとに規定の強化と緩和を施した。 グランドツーリングプロトタイプを先行導入する。分類は CSIJB 部門レーシングカー第8グループ翌年から部門2競技者グループ E。1982年 CSIJ 部門2競技者グループ C スポーツカー。CSIJ の全面改編に伴いスポーツカーがグループ C として再設置された。 耐久ロードレースに特化しており、厳しい燃料消費率を強いられる技術規定であった。そのため、国際飛力ライムには引き続きに座席レーシングカーを CSIJBMON2 競技者グループ E に分類し、グループ6として1988年まで運用された。1983年 CSIJBMON2 競技者グループ C スポーツカー 燃料消費率がさらに厳しいジュニアグループ C が導入され2クラスとなった。1984年 FIA 加盟団体であるアメリカスポーツカークラブがグループ C をもとに規定の強化と緩和を施したカンナムクーペを導入する。分類は CSIJBMON2 競技者グループ E。1985年 CSIJBMON2 競技者グループ C。 スポーツカー。グループ C のクラス分けを、クラス1と同2に変更された。1986年、CSIJ 部門 I、量産車グループ B、スポーツグランドツーリングカー、CSIJ 部門2、競技者グループ C、スポーツプロトタイプカー。それまで、グランドツーリングカーであったグループ B がスポーツを名乗ることとなり、グループ C もプロトタイプを名乗る。 1988年、CSIJ 部門 I、量産車グループ B、スポーツカー、CSIJ 部門 II、競技者グループ C、スポーツプロトタイプカー。グループ B の故障が、スポーツカーとなる。1989年、CSIJ 部門 I、量産車グループ B、スポーツカー、CSIJ 部門 I、競技者グループ C、スポーツプロトタイプカー。 グループ C に昼クライム用のクラス3が導入された。1990年、CSIJ 部門 I、量産車グループ B、スポーツカー、CSIJ 部門 I、競技者グループ C、スポーツプロトタイプカー。C2 が廃止された。1991年、CSIJ 部門 I、競技者グループ C、スポーツカー。 グループ B と C の故障がそれぞれグランドツーリングカーとスポーツカーに戻る。1993年 c s i j v m o n 2競技者グループ C ジュニアスポーツカー c s i j v m o n 2競技者グループ CN プロダクションスポーツカー c s i j v m o n 2競技者グループ GT グランドツーリングスポーツカーグループ C から C1 が廃止されたため C3 のみとなり、故障をジュニアスポーツカーに変更された。昼クライム用にグループ C よりもエンジンが入手しやすいグループ CN が導入された。スポーツカーとしては初めて四輪駆動が禁止された。C1 に変え、グループ B の要素を取り入れたグループ GT が導入された。1994年、CSIJVMON2 競技者グループ C、ジュニアスポーツカー。 CSIJ 部門2、競技者グループ CN、プロダクションスポーツカー。CSIJ 部門2、競技者、グループ GT1、グランドツーリングスポーツカー。グループ GT が、クラス1と同2に分割され、グランドツーリング、スポーツカーは、クラス1となる。イムスサが、ワールドスポーツカーを導入する。分類は、CSIJ 部門2、競技者グループ E。 1997年、CSIJVMON2、競技者グループ C、ジュニアスポーツカー。CSIJVMON2、競技者グループ CN、プロダクションスポーツカー。CSIJVMON2、競技者、グループ GT1、グランドツリングスポーツカー。CSIJVMON2、競技者グループ E、スポーツレーシングカー。グループ CN よりも高度な内容の、 スポーツレーシングカーが導入された。ほぼ、クローズドカーが選択される、技術規定の GT1 に対し、オープンカーに限定されていた。四輪駆動も禁止であった。1999年、CSI JVMON2、競技者グループ CN、プロダクションスポーツカー、CSI JVMON2、競技者グループ E、スポーツレーシングカー。 グループ C とグループ GT1 が廃止された2005年 CSIJBMON2 競技者グループ CN プロダクションスポーツカースポーツレーシングカーが廃止された2012年 CSIJBMON2 競技者グループ CN プロダクションスポーツカー CSIJBMON2 競技者グループ ESC ルマンプロトタイプフランス西部自動車クラブが規定していた ルマンプロトタイプを FIA が正式導入する。ハイブリッド装置を有する場合に、限り再び四輪駆動が認められた。2017年、イムスサが、ルマンプロトタイプのクラス2を元にした、独自のデートナプロトタイプインターナショナルを導入する。分類は、CSIJ 部門2、競技者グループ ESC。個別レースシリーズの部門名称ではスポーツとされることが多く、 グランドツーリングカーレースにおいてスポーツカーを導入する場合にはグランドツーリングプロトタイプまたは単にプロトタイプなどが用いられてきた。1960年代前半に国際自動車連盟加盟団体であるアメリカスポーツカークラブは国際スポーツ法典不足施行のスポーツカー技術規定を大幅に緩和して行動運用を前提としない順レシングカーとなっていた。 改造部門を独自に分類していた。これが1966年に CSI 不足 j c へ、スポーツカーとは決別して C 部門第7グループ2に座席レーシングカーとして新定義入れた。括弧書きは製造者自身の競技運用年。画像は年式やエンジン排気量が優勝者と異なる場合がある。以下、1952年までにルマン24時間。 ラックツーリストトロフィー、ミルデミリアのうち2つ以上の同年優勝した形式、または同一大会連続優勝した形式を選出。以下、1953年から1992年までの国際自動車連盟主催選手権に年間優勝した製造者による同年ルマン24時間に優勝した形式を選出。 1976年から1981年まではスポーツカーが廃止されているため代用された2座席レーシングカーを参照のこと以下1997年から2003年までの国際自動車連盟主催選手権に年間優勝した製造者による同年ルマン24時間に優勝した形式及び2004年から2009年までの欧米リールマンシリーズに 同年年優勝した製造者による同年ルマン24時間に優勝した形式を選出。以下、2010年からのインターコンチネンタル、ルマンカップとそれに続く FIA 世界、耐久選手権に年間優勝した製造者による同年ルマン24時間に優勝した形式を選出。括弧書きは製造者自身の競技運用年。画像は、 年式やエンジン廃棄量が優勝者と異なる場合がある。以下、日本の製造者メイクを有する形式から、国際自動車連盟主管レースに総合優勝したことがある形式、または各国のシリーズ戦に年間総合優勝したことのある製造者の当時運用形式を選出。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。